ビルヘルム・アッカーマンビルヘルム・アッカーマンはドイツの数学者。計算理論での重要な例の一つであるアッカーマン関数を考案した。また1925年に2回のペアの算術を弱めた体系の無矛盾性の証明を与え、ゲッティンゲン大学から博士号を得た。この証明はヒルベルトがヒルベルトプログラムでの基本手法として考えていたアイデアに沿ったものであった。 あとに、この証明では、厳格な有限の立場を超えるオメガオメガオメガまでの順序数の整列性を必要とするリダクションが、陰ブセ的に用いられていたことが判明している。1929年から1948年まで、彼は、シュタインフルトのギムナジウムで教師として教え、その後1961年まで彼の生まれ故郷の、リューデンシャイトの女子ギムナジウムで教えた。 彼はまた、ゲッティンゲン科学アカデミーの通信会員であり、ミュンスター大学の非常勤教授でもあった。1928年、彼は、ダフィット・ヒルベルトが1917年から1922年に行った数理論理学の入門の講義録をもとにヒルベルトと、教著で、グランズジアデアティーラキスケン・ロジェックを執筆している。また1937年には無限合理を含まない。 集合論の1940年には、ペアノの氷の1952年には、タイプ、フリーロジックの無矛盾性の証明を与えている。1956年には、クラスをオブジェクトとして含み、ある意味で、カントルの集合論の自然な氷化になっているような、氷的集合論の体系を導入している。ありがとうございます。